わお、また短パンだ、ね、いい短パンというところがまた素敵だグッドエレガントな、ね、装いになりましたがこちらのコーディネートのポイントから教えてください。なんかこう短パンっていうだけなんですけど、ね、あの秋冬物で、まあ、割とちゃんとした少年風っていうんでしょうか。そうですね、小学5年生小学5年生そう言ってしまうとあれなんですけども、それがコンセプトコンセプト、ね、ちょっとこういいとこのお坊ちゃんのような、ね、素敵な、ね、どうですかスケジャネさんと。いやこのビリビリがここがポイントなんですね、こう綺麗に切られてなくってちょっと無造作な、こういうのはまってますもんね、ちゃんとね、こういうの綺麗に切られるっていうのはなかなか難しいですよね。とんでもないです、かなり高度な。じゃあ助谷さんにやってもらいます。そうですね、じゃあもう本業でいらっしゃいます、助谷さんにも聞かれていただきます。ちょっとポイントを皆さんに分かりやすく教えていただけますか。これはですね、ボッテガベネタの、ジーンズですが、そうなんですか、2タック入ってますね、はい、で特徴はこのステッチが、まあ、ものすごくぶっとい、そうですね、オレンジ色のはっきりしたステッチが、はい、これも一応ダブルコートとまあジャケットっていうか、まあそういうデザイン的にはどっちって感じで、素材感はもうカーディガンに近いですね、すごくカーディガンライク、ソフトな素材です ね、 ですね。また襟元がちょっとクシュクシュっとしてて、ああそうなんです、でこういう柔らかいものでちょっと細いのと、ものすごく太くて硬い、うん、ああ全然、まあ、すごい相反する素材を合わせてるっていうのが面白いなと思って、 あ、 で、ね、あと今こうベルトがないんですけど、あベルト通しはあるけども、うん、しない、鈴木さんがはめちゃってた、あそうなんですか、今ですかひょっとしてあれね、あの人が間違えて俺はあれ今裏であれベルトないなとか言って、なんでこの鈴木さんはめちゃったとか、なんでこのベルトあんのって通しといてくれたんですよすいません、そんなハプニングもあり、本当はベルトがすいません、ね、ちょっと説明できないんですけどね、そうなんですね、ベルト取りましょうか今、すいません、本当はここであの細い見せていただくだけでいいですよ、そうだ、いや僕いらないんですよベルト、じゃあここであの待てましょうか、細いベルトがね、細いベルト合わせるのがまたいいということなんですね。いや太いパンツには細いベルト、細いベル ト、 ベルト、ありがとうございます、あ伝統的にそうなんですか、うん、そうなんですよねはい、ということで完成させていただきました、ステージ上でありがとうございますといった、ステージ上での生衣装チェンジ、皆さんいかがでしたか、楽しんでいただけましたでしょうか、どうでしょうか。